はい、皆さんこんにちは。ブラボーブラザーズ大和です。前回の動画でなるみくんが歌を始めたきっかけについて話してくれたと思うんですけども、今回は僕大和が皆さんにそれをお話ししていきたいと思います。はい、じゃあ今回はインタビューは変わってなるみが務めます。大和さん、お願いします。お願いします。じゃあね、あの元の動画でもあったんですけど、大和さんが歌を始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。まずは幼少期から小学校6年生までの話ですね。まず僕はお姉ちゃんがいるんですけども、3歳の時にお姉ちゃんが当時ヤマハ音楽教室に通ってて、僕はその付き添いに行く感じで、習いに行ってたっていうか習わされてるっていう感じで音楽を触れるきっかけになりました。僕は最初3歳から最終的には高校3年生までヤマハ音楽教室は続けたんですけども、小学校6年生まではエレクトーンのグループレッスン、そしてピアノの個人レッスンをずっと受けてました。最初はね、もうずっとなぜ僕音楽やってんだろうとか、やっぱり毎回発表会があるんですよ。 JOC って言われる自分が作曲した曲とかを披露する発表会とかもあって、やっぱりなかなか僕が音楽をしたいという気持ちが薄かったんで、毎回なんかそんなにいい曲も生まれることもなく、早くやめたいなって思ったことが多々あって、小学生、中学生の時は何回も発表会のたびに、先生、もうやめさせてください、本当にあのちょっともう違う道にちょっと行きたいんでっていう、毎回発表会は行ったのを覚えてるから、もうずっともうやめたいやめたいって思って、その傍らずっと小学校の時はスイミングスクールも通ってて、僕はなんかそのスイミングスクールの方がみんなとワイワイ楽しいし、気分がちょっと泳げるし、楽しいなって、うん、まさかは自分がね音楽の道に行くとはね思ってなかったんですけども、中学校1年生の時に分岐点があって、広島県に劇団四季の美女と野獣っていう作品が来たんですよ。まず劇団四季って今やもうすぐ日本の代表するミュージカル団体ですけども、当時は美女と野獣ってディズニーの有名な作品だから、あ、見てみたいなってどんなもんなんだろうと思って見たんですよ。そしたらもう、うわー、すっごい世界があるもんだなと思って、あんなにみんな笑顔で舞台で歌って踊って、まあ、人を感動させる力っていうか、まあ、これもし自分が舞台に立ったら気持ちいいだろうな、こういう世界があるんだってことを知ったと同時に、僕もしてみたいって思って、ね、かといってああいう世界って幼少期から英才教育を受けた人しかなれない世界だと思ってたし、中学校の時はやっぱりそういうきっかけはあったものの、やっぱりいろんな夢を模索してて、新幹線の運転士、裁判官だったり文系理系関係なくいろんな夢を持ってたんですよ。もう子供の頃からすごい人前でこう話したりとか、人前でなんか歌ったりとかすることがすごい得意。例えば中学校の時は文化祭で、中1の時は合唱コンクールで伴奏者で、中2中3は指揮者。3年間一回も歌わずに終わってしまったんですけど、やっぱり男性が伴奏者を務めるって、まあ、今やねピアノをする男性は多いかもしれないけど、当時は、結構少なかった、だからまあその時に、あ、なんかピアノやっててよかったなっていうちょっとしたきっかけでもあって、で中2の時には全クラスの中から1人選ばれる指揮者賞っていうのがあって、それで選ばれた。この気持ちは何だろう、サンハイってかね、こんな感じでやってたわけですよ、当時目に浮かぶ。まあそれで指揮者とか撮ったりとかして、はい、あ、音楽って楽しいな、何かこうやって人と一緒に音楽を奏でたいっていう気持ちが出だして、そして当時その劇団四季のホームページを見た時に、バレエとかジャズダンスだったりダンス系をやってなくても歌一本で劇団四季に入団して、そこから中でいろんなバレエとかジャズダンスを積んでデビューできますよっていう、そういう道のりを発見したんですよ。あ、こういう道があるんだったら僕は大好きな歌を使って音大とかに進学をして劇団四季に入団しようっていう気持ちになったんですよ。中学校高校も普通科で、中高一貫校でもう進学校だったんですね。音楽に精通してない広島の音楽高校があったので、もうエスカレーター式で高校に上がるんではなくて、中学校から音楽高校に外部から受験をしようと考えてるんですよね、それで今でも覚えてるのは、中学校3年生の最後の三者面談の日に、で当時その担任の先生は吹奏楽部の顧問でもあって、普通の学校の教科のことにも精通してるし音楽でも精通してる人だったんで、まあ、今考えたらその先生でまずは良かったなって思ったことがあって、それはこのまま中高一貫で高校まで上がらずに地元の音楽高校に進学したいんですって話したんですよ。でもその時は先生は、いや、そ
ここはちょっともうちょっと考えた方がいい。それはなぜかというと、やっぱりお前が今夢を追って模索してる中、もちろん歌は好きだけど音楽で生きてやるとか思いがなかったら、もし音楽高校に進んで音楽を挫折してしまったら、他にもし自分がまた新しくできた夢とかが叶いにくくなることを言われたんです。別にその普通高校でも音大に進んでいる人はいるから、まあ、別に音楽にまずは特化せずにそのまま高校に上がって、レッスンはまた別で歌のレッスンとかを受けていこうかなっていう。なるほど、まあ、きっかけとしては山田音楽教室に行かれてた。山田で劇団四季、そう、劇団四季に行きたいっていう夢が、それがじゃあ一番大きい。大きい。なるほどなるほど、うん。こんなことも分かんない、これじゃ無理だよって。あとはもう壊滅状態。